joke. Then it's not cereal. Justice. Justice, so much. Justice. 悔しいです。I'm frustrated. ドリルすな。Stop drilling me. 惚れてまうやろ。I'm starting to love you. 癖が強いんじゃ。You have a strong character. 安心してください。入ってますよ。撮ってんの？撮ってる。はい。じゃあここから2箱ずつ選んでいきます。ね、なんかこれがね、光って見える。じゃあこっちは真ん中が光って見える。これ、うん、じゃあこれ開けよう。あ、違う、それじゃなくて、それこれ、うん、こっち、はい、じゃあ俺これと、これ、はい、はい、あとは保存用とします。じゃあまずはこっち開けとこうかな。これまた、これはね、可愛いやつがね、いっぱいあるんですよ。あー、開封。あ、やめて。あー、開封。買ったっすか。うん、大丈夫。可愛いよね。箱1個くれ、箱。これワンボックスに24パック入り。はい、1個ぐらい、4パックずつぐらいでやっとく。うん、俺はラブーンが欲しいんだ、これの。ラブーンがめっちゃ可愛いのよ。ラブーン。あー、念願だ。ラクーンはちょっとね、もう、すいません。軍隊ウルフ。そんなのいた？誰それ。軍隊ウルフ知らないんだけど俺。軍隊ウルフ。これはクリケット。モンブラン。うん、ラブーン。え、あ、そっちね。あ、でもかわいい、ちっちゃい子のラブーンじゃん。ああ、いいね。これは何、ヤマさん、ヤマさんっていうの、これヤマさん、ヤマさん、フォートリックス。サンジ、かっこいい。おお、ファンクフリード。これ動物が多いんだね、やっぱチョッパーだからね。行きたい出た、行きたいあるの。おお、行きたいある。ブルック、ブルーノ。お、ブルーノさん、すごい。お、コウザ。ブルーノさん、これ何なんか違うこと。あ、ブルーノさんってもともとこれなんかやってたっけ。え、酒場じゃん、酒場。あ、酒場のブルーノだ、うん、そうだ。ラブじゃん。シャーロット・フランペ、かわいい。お、シャーロット・フランペ、かわいい。お、なんかツルツルする。普通のレアじゃない。おお、これはレアのシークレットですね。お、これ熱いね。これ低いの、ね、イラストがいい、イラストがいいね。かわいい。嫌いだけど。ドーマ。シャーロット・コンポート。シャーロット・コンポート多いな。オカマ・ウェイ。オカマ・ウェイ。シャーロット・フランプまた出ました。おお、フラッペ。これのシークレットレアですね。はい、これね、これね、シークレットレアですね。これね、シークレットレア。はい。かわいいですね。なんでこいつ浮いてんの？え？なんで浮いてんの？浮いてるって？能力な。シャボンに乗ってんの？なんだろうね。デザインだからかな。ミスターナイン。はい、ミスターナイン。ブルック。お、ブルック。これは？おお。S.R. ブルーク。ハムレット。アプー。アプー。おお、アプー。ハムレット。コンポート。これだ。ハムレット。ハムレット。ここか。軍隊。いや、多分一番後ろだと思う。これか。これじゃねえかよ。あと1枚は SR が出るはず。ミスマンデーの SR かな。ミスマンデーの SR は多分ないはず。でも出たらあげるわ。ミスマンデーの SR 欲しいな。ミスマンデーの段出ないかな。
ミスマンデーの段は出ない。これ祭壇割る。ハムレット、ハムレット、こうだ。キラ見えとるかな。え、あ、ベンサムでした。うわ、これは何ベンサム。おー、なるほどね、これね。あ、囚人ベンサム。あー、なるほど、こっちね。もう一枚のあの可愛いやつ欲しかった。ビンゴ、ヤマピー、ヤマピー、騎士ローマ。お、ラブーンだ。お、ラブーン、しかも SR じゃん。これじゃない、シークレットが欲しかった。そう、これじゃないの。顔にわとり、顔にわとり。お、ガンフォール。お、あ、いいね、ガンフォールさん、かっこいい。ガンフォールいいね。ガンフォールさんかっこいい。はい、これでワンボックス終了。次は、2ボックス目。2ボックス目、メモリアルの2ボックス目いきます。2ボックス目開封。オートリックス。うわー、なんだこれ。なんで、何が来た。ちょっと待って、ズームします。え、誰、見えない。稲妻だよ。お、稲妻さんね。いいですね。これ SR？ これ SR ですね。あと女子バージョンの稲妻。いいね、女子バージョンの稲妻さん、いいね。シャーロット・フランペ、はい、ハムレット、ハムレット、軍隊狼、軍隊狼、うるせえ以降、はい、かっこいい。何これ、何、骨、かっこいい骨。お、かっこいい、やば、超かっこいい。ブルックさんだ。かっこいいね、これ。あ、これかっこいいね。これかっこいいね。SR シークレットですね。すごい。これめっちゃかっこいいね。いいね。これ5万ぐらい買っちゃうんじゃない？いやー、あったらやばいね。いやー、かっこいいわ。9番。ガンフォール。ガンフォール。結構あるね。24パックだもんね。チョッパーの帽子さ、うん、前の方がいいよね。あのハットのやつね。これじゃなくてね、うん、まあ、それハットの上にかぶってるでしょ。かぶってんだよ。ブルー、そうそうそう、ブルーのやつ。そうそう、っていう時、ゾウ、ゾウ、ひより、ひよりさん、ラスト6パック、クリー、ハムレット、チャンピオンライフル、マスター、シガン。やっぱチョッパーいいね。チョッパーいいね。あと、まあ嫌いだけどこいついいね。シャレね。あと稲妻がなんか美しい。あー、確かに稲妻さんね。ちょっとこれはね、そうそう、ね、はい、ラスト2ボックス開けていきますかね。500年後の未来ね。500年後の未来。次は2ボックス開けていく。これが一番ね、最近の段だからね。ちなみに一番の当たりはハンコック。え、ハンコックのコミックパラレルです。ハンコックなんだ。ハンコックです。あー、いいね。あー、いい。この辺、うん、あそこがちょうど真ん中です。はい、いいじゃん。はい、初抜きふざ。はい、じゃん。お、エジソン、かわいい。なんとかぜよ、踊る暇があったら発明して。それ水曜のカンパネラだっけ。うん、じゃあソル、ソル、ひとつなぎの大秘宝を取りに行くぞ。お、マジで。おお、あ、なるほどね。アプニア、ソニア、モーダ、
なぜモーダか。ドラゴン。お、マジで？おー、かっこいい。ルーシー。お、ルーシー。あれね、なんだっけ、サボバンルーシーね。うん。エジソン。エジソンね、かわいい。カリファ。カリファ。クロコダイル。おー、なんかすごいの当たったよー。お、誰？おー、すごい。見えてない、見えてない。あ、ずらっと、はい。おー、サボだ。ああ、サボ。サボ。サボさんだ。これ、すごいんじゃない？サボさん。すごくないの、これ。わかんない。あとで、すごい、豪華だね。豪華だね。豪華豪華。このサボさん豪華だ。すげえ、かっけえ、いいね。これはシークレットレアですね。ハンキーディドル。おお。ワハンコック。おお、 SR ですね。いいですね。いいね、サボすげえ。ロブルッチ、ロッチ。おー、かっこいい。なにこれ、バカラ、誰だかわからん。お、かっこいい。グランテゾーロだから。あ、映画ね。金のやつか。お、ハンバーグ。エース。お、エース。お、最後いいね、なんかね、締まった。これ、1ボックス終わり。1ボックス終わり。じゃあ、2ボックス目。はい、これがラストボックスの開封です。今日はこれで最後。負けません。あ、2ボックス目。2ボックス目開封。はい。はい。はい。あー、取れない。そんな取れない？取れない。マジで取れない。サンダーソニア。コリブ。コリブ。アプー。あ、なんかすごいのが来る。そろそろ来る。ピタゴラス。この次。うん。え、これすごいんじゃない？これ何？これすごいと思う。何？誰？おお、サボだ。靴に靴にやってきて。サボ。反対ないよね。あ、そう。あ、OK。おお、これはシークレット。お、シークレットですね。すごい。おお、これのシークレットですね。すごい。これはやばいね。パラレルですね。やばい。やばい。サボサボで。サボに俺、サボ俺やばくない？だってコミパラも持ってるし。ダイスを見せたままサボの話をされてもね。そうだね。ダイスのダイスのアップだったからずっとダイスのアップだったすごくない？すごいすごい。だから サボ引きがいいんじゃない？サボ引きやばいね。サボ引き神だ、ね、サブイボっていう名前にしよう。いやだよ、サブイボってなんだよ。そうなんだ。そのもんなんだ。そんなもん。あ、ハンコック。お、ハンコック。あー、ハンコックね、こっちね。これもいいんだけどね。シェミ、シェミからのリリース。ああ、ここで来たか。あと1枚出るか出ないかだな。まだあんの？まだ。あと最後6パック。スペシャルカードがそういえば出てねえ。スペシャルカード1枚ぐらい欲しかったな。スペシャルカードって何？スペシャルカードはコミックパラレルとかじゃなくて、ではない、そのまあワンランク下ぐらいのレアぐらい。あ、前なんか波があった。あ、そう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 。今回のお波さんがめっちゃ可愛いよ。あ、お波なんだ。お波。
ザロメ、サロメ、サロメ。おお、なんか長い、長いけど初めて。おお、危機急騰流アシュラ、魔球戦、ルーシー、ルーシー、ワンピース取りに行くぞ。ああ、取りに行くぞ。はい、終了。終わりですね。終わりですね。いい感じですね。サボがね、すごい。サボ。サボタージュ。サボタージュ。パラレルで。サボのパラレル。リリース。全部揃った？揃ってないよ。揃ってない？ピタゴラスとか。ああ、ピタゴラスとか多分いるから、多分いると思う。ベガパンクシーンでしょ。そうそうそう、多分揃ってる。サテライト、サテライト、ピタゴラス出たじゃん。ピタゴラス、エジソンでしょ。エジソン出たじゃん。シャカ、シャカ出た。ヨーク、ヨーク出た。リリースで、ベガパンク、ステラー。そうね、ハンコックもダブってんのか。ブルックもかっこいいね。ね、ちょっと調べてみる。うん、大当たりはないな。やばい、眠い、口がラーメンになってきた。ラーメン食べ行く。シャーロットフランペの現在のお値段。ジャカ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 。値段がつけられないそうです。それはやばいね。メルカリ4200円。これ4200円もする。約4000円です。4000円です。1555円。1555円。まあ僕たちはね、売りませんから。そうそう、サボ、サボどっち。サボはサボ、いい方。いい方ってどっち。2555円。あ、これ2500。こっち、こっち、そっち。これが2500円。2555円。じゃあこっちは、こっちで、シークレット、777円。そんなもんなんですか。そう、そんなもんですね。ホーキンスとか結構かっこいいし。ホーキンス死んじゃったよね、確か。ホーキンスって何。バジル・ホーキンス死んでないでしょ。死んでなかったっけ。街道戦でやられただけか。うん、死んでない。あ、やっぱホーキンス死んでる。え、死んでんの、ホーキンス。我が国でキラーと戦って。嘘、死んだの。死んでる。ホーキンスはカイドウの最終決戦時にカイドウ側としてキラーと戦って、うん、ホーキンスのわらわらのみの能力でキッドの命を人質にキラーを追い詰めます。しかしキラーは能力の不意をつき、ホーキンスからキッドを奪還。そうね、そんなのあったね。最終的にキラーに敗北し死亡。死亡してんの。ホーキンスは事前に自分が明日までに生き残る可能性が 1% したいしかないことを悟っていた。なるほど。